皆さんおはようございます。山形弁講座が始まりますよ。司会は私加藤拓人でお送りします。生徒は村上翔子さんと佐々木里奈さんです。こんにちは、翔子です。里奈です。そして今日のゲストは東北芸術工科大学の森重也教授です。こんにちは、重也の母です。今日は挨拶に来ました。森先生は山形県大蔵村出身で、現在現代舞踏家民族学者として活躍していらっしゃいます。ちなみに趣味は散歩で、好きな食べ物はそばです。今日はそんな森先生とともに山形の方言を学んでいきましょう。では今日のレッスン VTR は急な坂道でこんにちはです。それでは VTR さくらんぼズーン。土佐行くのや。え、タントで切ったからどんだけ食ってもサスケねえから。あべあべ、うっせえやつだな。音できたって言ったべな。今年たくさんできたからサスケねえ。ほれ早くスローズ。え、あ、わかんねえか。しょうがねえな、坂道登ってくんだべ。足丈夫なんな。あんちゃんちゃ、わがっけか。あ、いえ。さっきのじいさま、さくらんぼ取ってけって言ってたんだっけ。あ、そうだったんですか。取ってけ、取ってけ。あ、いえ。さすけね、さすけね、さすけね。取ってけ、取ってけ。うまっ。なんだか男の子は方言が分からず、てんとこまいでしたね。そうでしたね。山形ではその地域によって方言が違うのです。この VTR では農家のおじさんがしきりにさくらんぼを取っていけと言っていましたが、なかなか伝わらなかったようですね。私も以前こんなことがありました。山形の人ってとっても優しいんですよね。でもおじさんの会話からさくらんぼなんて言葉はなかったように聞こえたんですが、山形ではさくらんぼを漢字で桜桃と書いて音と呼んで音なんて聞こえることがあるんです。なかなか分かりづらい方言ですけども、どさ行くなはどこへ行くのとか、さすけねは大丈夫とかという意味で、あべーなんてのはまあ行こうかなという意味があるんですね。へー、そうなんだ。ではこれらの山形弁で日常会話を作ってみましょう。はい。どさいぐの？音を取りさいぐの。あー、うまくできた。日常会話にちゃんと応用的だね。まい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 。これで少しは山形のことを知ってもらえたでしょうか。山形にまだ来たことのない方がいらっしゃいましたら、ぜひ来てみてください。では森先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんお元気で。